きろよ。起きるんだろ。起きるけどもうちょっと寝たい。もうさあ。いや地獄感出すなよ。地獄感出すなよ。起きねえよ。やりましたみたいなやめろよ。やってねえよ。いや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 。あやべ頭やべ。頭やばい。今日は実はやりたいことがあったんですよ。本当はね、本当は彼のために朝弁当を作って待ってたらどうだみたいなやつをしようと思ったんですけど、まあ今日は家に材料がなくてですね、プラス買いに行こうにもちょっと雨でして、であとやっぱ気分が乗らないのでこうなりました。いやもういいよ、そういううんうんうんってかさ、普段そんな声出さないんだからいいよ。やめろよ。出してよ。やめろよ、ほんとマジで。あれしない？何すんの、まだ寝るよ。え、なんで？だって8時半に起きるっつったじゃんよ。8時半よ。おっ、ダッシュすると寝起きで牛丼対決とかしない？いや、無理無理無理。え？無理。じゃああと何するの？ほんとは弁当作りたかったの。うん。じゃあ作ってみようかな。え、もうご飯だけになるよ。白米だけだよ。いいの？やだ。終了。え、じゃあどうする？何が物事にすべて理由があると思うな。あー、昨日も飲んでしまって、結局、朝ごはんどうこう作ろうと思ったら結局、うん、大変だなって思って、うん、昨日は多分10時ぐらいには寝てるから、うん、もう結構もう十分なんですよ。そうね。じゃあ寝起きで牛丼対決する？なりません。俺いけると思うんだよな。お腹すかない？え、すかない。マジかよ。うん、お腹すいた。お腹すいたの？お腹すいた。マジか。どうしたい？この動画を。え？どうしたいの？どうすんの？じゃあちょっと、今からじゃあ、面白いことをここのやっていただいて。なんで俺がすんだよ。だって弁当を作れなかったんだもん。あるよね、そういう時。企画だ俺。あるよね、弁当作れないなとか、うん、ちょっと体調が違うとかさ、うん、あると思うの。うん、よしよし、いいよ。だからさ、こうやってでもそれでも、うん、動画を、うん、撮らなきゃダメだなって思って。うん、はいはい、分かった分かった。いや、朝から情緒不安定じゃん。おならします。はい。出たの？うん、ポロって。あ、え、聞こえなかった？聞こえなかった。マジか。うん。いつもよりちっちゃかったの。踏ん張ったんだけどね。うん。ひょにょ。もう起きようかな。だって早く起きるって昨日言ってなかったっけ？起きる。もう起きてる。仕事で行く準備しないと。そうですけど、うん、はい。